腕にかなり奇妙なものをつけてるな。そんなものは見たことがない。ああ、俺の話を聞け。農業は簡単ではない。毎日一日中畑にいる。それにずっと後ろを見張っている。どんな種類の作物を育てているんだ？今はほとんどがテイトだが、スイカも始めた。ブレイクアバナシ、連邦を知らないのか？このファームはどれくらいの間ここにあるんだ？何世代もと言える。少なくとも俺の父親とその父親。お前はどうだ？土地を耕すことを一度は考えたことがあるか？いつかやってみようと思う。じゃあ頑張ってくれ。いつかダイヤモンドシティのマーケットで会うかもしれない。そしたら交換をしよう。しかし助言しておく。ファームを始めるのならレイダーをどうにかする準備をしておけ。銃で脅せば欲しいものが手に入るのに、なぜそんな重労働をする？ミニッツメンはどうなんだ？仲間になれば助け合ってレイダーに対抗できる。まさかミニッツメンはみんないなくなったと思っていた。最後に奴らが攻撃してきた時は娘のメアリーは反抗する気力もなかった。彼女は家の裏に葬られている。わずか21歳だったのに奴らは何も考えずに撃った。だからミニッツメンが帰ってきたことを聞いてなぜ嬉しかったか分かっただろう。メアリーには少し遅すぎたが。俺たちがここにいる。何かできることはあるか？お礼できることはそんなにないけど、メアリーを殺したあのレイダーが彼女のロケットペンダントを奪った。あれはコニーの家族の形見なんだ。あれを取り戻してくれたらオンは一生忘れない。奴らがどこから来るかわかるか？ああ、連中の一人がオリビアって言葉を口にしてた。おそらく旧 USAF の衛星基地に隠れてるはずだ。完璧だ。あなたの絵画カウンターも針がぐるぐるしているんだろう。誰かいるの？何もないよ。澄み切った心の持ち主じゃなきゃこんな場所は作れなかったんだろう。脳震盪を起こしたのかも。ものが見えるんだ。え？連中はとても貴重なものを守ろうとしているんだ。誰だ、明かりを消したのは。誰？誰も悩まされずに済むだろう。全てが足音のように聞こえ始めている。なんだ？本部を手に入れるって手もあった。2世紀まともに掃除してなかったありさまか。素晴らしい。もう手を染めて。ドミキスだな。あれは過去から飛ばされてきたんじゃないか。の持ち主じゃなきゃこんな場所は作れなかっただろう。やった。ターミナルがここをロックした。素晴らしい。おい、何か必要なものがあるか。手に入れたのはこれだ。やった。エキサイティングな商業用。あのロケットペンダントは見つかった？あのロケットペンダントを取り戻した。本当に？それはすごい。コニーは言葉を失うぐらい喜ぶぞ。ミニッツメンのために何でもするよ。ここには立派なワークショップもある。お礼として値段はサービスするからコニーと話をしてくれ。